できている。はあ、今日もいいお天気だね。どうしたの？ランカちゃんなんだか元気ないみたい。そんなことないよ。もしかして VR ウイルスのことで悩んでるの？悩んでなんてないよ。陸にでの生活にも慣れてきたところだし。そっか、ここに来る前のことを思い出してたんだ。そんなことないってば。私はここの生活に満足してる。私だってそうだよ。お父さんとお母さんが苦労していい島を見つけて送り出してくれたんだもの。は？送り出した？追い出したの間違いじゃなくて？お姉ちゃんも知ってるでしょ。あの人たち、私とお姉ちゃんをお金で売ったんだ。売ったなんて言い方すべきじゃないわ。確かにお金の受け渡しはあったみたいだけど、でもそれもきっと必要なことだったのよ。大人の世界のことは私たちにはわからないよ。でもね、ランカちゃん、私これだけは信じてるの。お父さんとお母さんが愛してくれてたから私たちはここにいるんだって。感謝しなくちゃね。ふん、お姉ちゃんはそう思ってるんだ。私にはそうは思えないよ。あの人たちは私とお姉ちゃんが病気になったから捨てたんだ。ま、どっちでもいいけど、今この瞬間この島で私はお姉ちゃんと暮らしてる。それだけは本当のことだもん。それは、うん、そうだね。今日も頑張って治療プログラムを進めようよ。うん、早く病気を治して二人でお家へ帰ろう。治療プログラムの成績だけが今の私たちの価値を決めるんだ。もし治療が思うように進まなかったら、きっとこの島からも追い出されちゃうよ。そうならないためにも一生懸命やらなくちゃ。私たちの生活は誰にも邪魔させない。私がお姉ちゃんを守るんだ。お姉ちゃん、教室までどっちが早く着けるか競争しようよ。その方がトレーニングにもなるし。うん、いいけど。じゃ、負けた方がポイントでスイーツのおごりね。よーい、ドン、お先。わっ、ランカちゃんずるいよ。でも、ランカちゃんの元気が出たみたいでよかった。さあ、私も急ごう。あのね、モモさん、話を聞いてほしいの。話すことなどない。私の邪魔をするなと言ったはずだ。大事なお話なんです。5分でも10分でもいいからお話をしませんか？強くなること以外に大事な話なんてあるのか？価値観は違っても協力し合うことはできると思うんです。10分あれば学園の外周を一周できる。ええ、そうですね。だったらお前と話している暇なんてないのはわかるな。指示があれば誰とでも組む。それ以外では誰にも頼るつもりはない。一人で走ってくる。あ、ももさん、どうしたらいいのかしら。毎度越後屋でござい。あら、こんなところまで出張ですか？あいにくですけど今はお買い物の用事なって。マナちゃん、何か困ってるんじゃない？困った時の越後屋頼みってね。ポイント次第で何でも受け止まるよ。人の弱みにつけ込んで営業ですか？大した企業ポリシーですね。そう言われると困っちゃうね。よかれと思ってやってるんだけど。ではパートナーを売ってくださいますか？そればっかりはちょっと。
えっちゃんにもできることとできないことがあるし。だったら私はどうすればいいんですか。ももさんとペアを組んで訓練するどころか、まともに話も聞いてもらえないんです。見てた見てた、見事なまでのフラレっぷりだったね。笑い事ではありません。思うままをぶつけ合えば時には意見が衝突することもあるっしょ。若いっていいね。越後屋さん、私の話聞いてます？ももさんの気分次第で私だけペアを組めないかもしれないんです。これって神楽坂姉妹に比べて大きなビハインドじゃありませんか。不公平でしょ。あなたや理事長先生から何とか言ってもらえません？気持ちはわかるんだけど、えっちゃんも理事長ちゃんも中立の立場だからさ。自由に一人で訓練したいっていうももちゃんの意向も組まなくちゃならないわけ。つまり何もしてくれないってことですか？そうは言ってないけど。ゴール、一着、私の勝ち。やっと追いついた、私の負け。リンカさんもランカさんも遅刻ですよ。気が緩んでるんじゃありませんか？稲川、なんかイラついてる？別に。5分遅れたら5分余分に訓練すればいいだけじゃない。はあ、いつでも好きな時にペアを組める人は気楽でいいですね。あれ？そういえばももちゃんは？一人でランニングへ行ってしまいました。置いてけぼりを食って途方に暮れてるわけだ。で、イライラしてんの？誰とペアを組めるかは私にとって死活問題なんです。他の連中はどうしたの？相部屋だからってクズ竜と組まなくちゃいけないって決まりでもないわけでしょ。 VR クラスって私たちだけじゃないんだし。それです、ランカさん。越後屋さん、他のクラスメイトはどうしたんですか？治療プログラムで姿を見たことがありませんけど。ああ、あの3人のことか。バイオラちゃんは通常の授業なんてバカバカしいって言って受けようともしないんだよね。 VR ウイルスを利用した戦闘においては小春ちゃんにも劣らない実力者なのは確かなんだけど、エリート意識が強すぎて他の子と馴染もうとしないのが問題って感じかな。満腹丸さんはどうして授業に出ないんですか？あの子もな、潜在能力はあるんだよ。入党試験ではかなりの好成績を記録しているし。ただ入党してからはずーっと食べてばっかりで授業を受ける気がないみたい。そんなのサボりじゃないですか。そんなことでいいんですか？二人とも定期戦ではきちんと結果を残しているんだよね。エリート地区に住むのもずっと食べ続けるのにもポイントが必要なわけでしょ。彼女たちは授業をサボり倒してるだけでやることはやってるわけよ。そんなアバウトな感じで VR ウイルスを治療できるの？そう、治す気があるのかそれともないのかは知らないね。ただ満腹丸ちゃんにしてもバイオラちゃんにしても得がたい才能であるのは事実だよ。ビクニとしてはある程度の勝手を許しても手放したくない存在だと。ま、そういうこと。えっちゃんにとってもお得意様だしね。小春さんは授業をサボったりするような印象じゃなかったけど。小春ちゃんは別だよ。何しろ5期生筆頭だもの。5期生筆頭、成績優秀者に与えられる役職だよ。生徒の数が増えてくるとどうしても理事長ちゃんの目が届かないことってあるんだ。立場の問題もあったりで介入できない厄介事とかね。そういう複雑な問題とかを生徒の立場から一手に引き受けてもらっているわけ。居住区の治安維持だとか
生徒間の揉め事の取りなしとか、ボランティアの取りまとめとか。あの子、そんなに偉い立場だったんだ。授業に顔を見せないのは、筆頭としての仕事が忙しくて授業の方に手が回らないんだね。筆頭になれば通常の授業は免除されるんですか？そうだよ、理事長ちゃんがお願いして筆頭をやってもらってるんだもん。のちにしろ小春ちゃんは VR ウイルスの制御でもはるか先を行ってるわけだし、最新の治療プログラムの開発にも関わってもらってるくらいだもの。そんなことまで？そうだよ、だからこんな初歩の治療プログラムは受ける必要がないんじゃないかな。筆頭になろうと思ったら月影さんの成績を超える必要があるわけか。あ、それで思い出した、理事長ちゃんが小春ちゃんのサポートをしてくれる人を探してたみたいだよ。いわば副筆頭だね。いくら成績が優秀でも満腹丸やバイオラにサポートは務まりそうにないもんね。ランカちゃん、そんなこと言ったら二人に悪いよ。いや、まあ実際その通りなのさ。どう、リンカちゃん、副筆頭を目指してみない？エリート地区に住めるよ。みんなのまとめ役とか私にはちょっと重荷かな。そんな面倒くさい役目なんて私もごめんだな。自分のことだけで精一杯だもん。ねえ、稲川もそう思うでしょ？そうですね。もし副筆頭になれれば治療プログラムの最先端に関わることができる。他にもいろいろなアドバンテージがありそうですね。おっと、もうこんな時間か。授業が始まるよ。クズ流のことなんかほっときなよ。暇な時は私が訓練に付き合うからさ。あ、お姉ちゃんはダメだよ。お姉ちゃんと組んでいいのは私だけなんだから。ありがとう、ランカさん。その時はお願いします。組む相手がいないからといって手をこまねいて何もしない理由にはなりませんものね。月影さんもバイオラさんも満腹丸さんですら私の遥か先を言っているのだから、今の私にやれることをやらなくちゃ。あっという間に数日が過ぎた。あれからももさんとは一言も口を聞いていないけれど。稲川、ごめんね。何がですか？あんなこと言っておいて結局稲川の訓練に全然付き合えなかったからさ。いいんです、リンカさんもランカさんもお忙しかったでしょうから。それに最初から当てにはしていませんでしたし。毎日ランカちゃんに連れ回されて島の観光やお買い物ばかりしてたけど、よかったのかな。大丈夫だって、私とお姉ちゃんが組めば無敵だもん。それでは実践訓練を行う。自由にペアを組め。私はお姉ちゃんと組む。となると私と組むのは稲川か。今日は私がリブレイターを務めさせていただきますね。いいでしょ？どっちでもいい、好きにしろ。マナ、訓練の成果を見せてもらおうか。どうでしょう、期待にお応えできるといいんですけど。なんだ、随分と余裕がありそうだな。余裕なんてとんでもない、ただ全力を尽くすのみです。手順はいつもと同じだ。相手のペアを探し出し戦って勝て。では参りましょうか。ももさん、よろしくお願いします。本気で行くぞ。はい、頑張ります。これで私たちを倒せるかだな。こ
これはどう？てりゃー！舞い上がりました。空を10コンボ突破。ドラえもんが見切りました。仕留めます。かわせます。王者のせい。舞い上がりました。これはどう？果てます。失格コンボ突破。いや、はい、引き抜き目。この程度造作もありません。果てます。50コンボ突破。見切りました。はい、100コンボ突破。この程度造作もありません。この程度造作もありません。見切りました。ふっ、やっ、空がお似合い。かわせ、仕留めます。空がお似合い。そこで空がお似合いですよ。舞い上がり、仕留めます。引き金が、空がお似合い。これはどう？だ、50コンボ突破。お行きなさい。えい、はっ、そこ。ふっ、読めますか。やっ、えい、はっ、そこで、やっ、そこ。空がお似合い。仕留めます。舞い上がり、読めます。いや、行けますよ。舞い上がり、仕留めます。それ王者のせい。舞い上がり、100コンボ突破。
お姉ちゃん、準備はいい？もちろんだよ。私たちなら負けない。みんなには内緒ですよ。私たちの勝ちということで。負けた。私とお姉ちゃんが組んだのに。当然だ。訓練の積み重ねが結果として現れただけのこと。訓練の積み重ね？どういうこと？前回の訓練から今日までお前たちが何をしていたかは知らぬ。だがその間、マナは我のもとへ通い訓練を重ねた。短い期間であったが、それが確実にマナの力となったのだ。付きまとわれなくなったと思ったら、そんなことをしていたのか。何それ、そんなのずるじゃん。カーツ！うわっ！ずるではない！VR ウイルスを制御するには強い精神力とそれを支える強い肉体が必要。一朝一夕の訓練では肉体に及ぶ影響など微々たるものだろう。では何が勝敗を分けた？思いの強さですか？その通りだ。お前たちが何のためにビクニへ来たのか、夢忘れるな。金剛先生のおっしゃる通りです。精神力が VR ウイルスを制御する、その手応えが感じられました。私はもっと強くなれます。そして5期生副筆頭の座をゲットすると宣言します。稲川ってば、そんなこと考えてたんだ。今はまだ無理ですが、そのうちに月影さんの背中も捉えてみせましょう。面白くなってきたではないか。